カレーは飲み物。どうも原田圭セムです。これまで日本全国のお取り寄せカレーをレビューしてきたこの企画ですが、今回からいよいよ世界に飛び出します。これまで以上にいろいろなカレーを飲んでいくので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。この動画は日本全国47都道府県のお取り寄せカレーを制覇した私原田圭セムが世界各国のカレーを探求する企画です。今回紹介するカレーはこちら、バターチキンカレーです。ワールド編初回ということで、今回はオーソドックスなバターチキンカレーを飲んでいきます。無難に美味しく飲めそうで楽しみですね。世界に飛び立つ前に原田圭アイテムを紹介します。いつもの皿とランチョンマット、ランチョンマットは100均でゲットしました。スプーンは愛知県のカレーを飲んだ時の検証です。デザインがいいですね。苦楽を共にした原田圭ポロシャツ、チャンネルメンバーも全員柄違いのものを持ってます。そして今回新調した原田圭パーカー、これからはこのパーカーを着て世界を旅していきます。早速調理していきます。今回はカシューナッツをトッピングしてみます。完成です。いただきます。フォアディッシュって、トマトとバターの風味のおかげでとろみがあり、比較的優しい味に仕上がってます。辛いのが苦手な方も安心ですね。ルーにカシューナッツも入っているので、トッピングの多いカシューナッツもいい感じです。今週の原田圭チェンジ、今回はチリソースで味変していきます。優しい味のカレーなので、チリソースの酸味がいいアクセントになってくれます。これはおすすめの組み合わせです。ごちそうさまでした。新コーナー、原田圭スコープ。今回のカレーの一口メモとかを書いていきます。今回のカレーは飲みやすさ星3つです。ワールド編ということで分布表をリセットしました。今回のカレーは辛さは控えめ、ルーはとろみがあったので、ここへ。今回のバターチキンカレーでインドを制覇しました。世界地図もどんどん埋めていきたいので、ぜひご覧ください。今回紹介したカレーはバターチキンカレーでした。高評価、チャンネル登録お願いします。次回はネパールのダルカレーをいただきます。なお、ワールド編から隔週の更新になります。その分よりしっかりカレーを探求していきますので、ぜひお楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続け